新型コロナが五類に移行した昨日の東京や大阪の都心の人出が新型コロナ流行前の七割から九割程度に回復したことがわかりました。NTT ドコモの携帯電話の位置情報をもとにしたモバイル空間統計によりますと、昨日午前八時台の東京丸の内の人出は新型コロナ流行前だった。 2019年のゴールデンウィーク明けと比べると7割程度で、緊急事態宣言が出ていた2020年の3割程度に比べて大幅に回復しました。大阪駅前の午前8時台と渋谷スクランブル交差点周辺の午後2時台では9割程度に回復しました。